その人ん家に勝手に入って住んでる人っていうのにインタビューした記事があって、要はその人が住んでるところで仕事してる最中とかにこっそり入って冷蔵庫のものとか食ったりしても結構バレないよねっていう生活をしてる人がいて、で前にね、そのニューヨークのマンハッタンかなんかで、なんか家の冷蔵庫の食べ物が勝手に減ってって、たまにそのなんか見知らぬうんこがその台所にあるみたいな人がカメラをつけてたら、その天井裏から人が降りてきて、なんか普通に飯食ってるっていうのがこう映像で出てて、ホラー映画並みですげえ面白かったんですけど、っていうのをね、世の中にいたっていうので、まあ十分面白いんだけど、で、その記事の中で面白かったのが、今コメントで書いてるのもあるんだけど、その、人ん家入って屋根裏行こうと思ったら、屋根裏にすでに先客がいたっていう。っていうのでね、世の中ってすげえなっていう。いや、だから本当ホラー映画より怖いよね。だってホラー映画とかはさ、所詮幽霊だけどさ、人間住んでてさ、しかもその先客がいたねってさ、もう二人も住んでるわけでしょ。よほど家広いのかね。まあ、なんか田舎の方とかって結構建て替えをしちゃって、新しい方の新築の方に住んでて、古い方の家って住んでないけど、まあ、荷物置きに使ってるみたいな家って結構あるんですよ、田舎って。まあ、僕のその、北海道の西村牧場の知識で喋ってますけど、っていう感じで、そういうその、誰も住んでない家っていうのが結構ちょこちょこあったりするので、で、その、まあ、仕事だったり農作業中とかって、毎日ルーチンワークしてる人だと、この時間いないよねって分かってるので、その間にその、母屋の方に行って、食べ物食ったりとか、風呂入ったりとかっていうのをしてるっていう、ヒルっていう映画が、漫画が似たようなテーマで面白いですよって言ってたので、で漫画の方のヒルはね、途中までは面白いんだけど、その人ん家に入って生活をするっていう話で、で主人公の女の子がたまたま家出をしてる時に、そのバスが、その乗る予定だったバスが事故でみんな死んじゃって、でみんな死んじゃってるからその子も死んだっていう風に報道されちゃって、一応戸籍上死んじゃったことになってるから、まあ自由にその人ん家入って生きていくよみたいなストーリーなんですけど、でただね、僕そのストーリーだけで十分面白いと思うんだけど、そのまあヒルと呼ばれるその家に寄生している生きていく人たちが何人もいて、その人たちの中のルールとコミュニティがあって、でなんかもうまあ戸籍がないんだから殺したり殺されたりしても警察動かないよねみたいなのになっちゃって、ちょっとね非現実的すぎるラインまで行っちゃったから、これはね現実プラスアルファぐらいの方が面白いんじゃないかなと思ってます。はい。